こみの声男ソムリエ白子が笑い送る一時間フリムーンラジオ始まるよ。皆さんこんばんは。6月1日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 FM ニノワン、この時間はフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトラです。よろしくお願いします。そして今日もお相手はこの方です。はい、ワンマンコでございます。ミキサーのエコザイルです。こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。しっとりと、はい、もうツイキャスト YouTube でご覧いただいている方はですね、あのスタジオの雰囲気もちょっといつもと違う感じで、はい、ちょっと薄暗くお送りしております。さあ、そして今日はですね、本当に素敵なゲストの方をお呼びしております。それでは自己紹介よろしくお願いします。こんばんはあ、なんかすごい、なんかすごいエコーが効いてる。あ、どうも、あやです。はい、ということでですね、今日はですね、いつも毎週水曜日の、お昼3時30分からお送りしていますあやラジのパーソナリティあやさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろとね、あのお忙しい中ね、本当はこの時間もしかしたら繰り出しているかもしれないこの時間にこんな番組にお越しいただきまして、今日はありがとうございます。あ、いえいえ、もう飲むのが楽しみです僕ちょっとコメントも打てなかったんですけど、実は今日の放送聞いてまして。あ、そうなんですか、嬉しい、すごい、ありがとうございます。まあ、仕事中ですからなかなかね、あのコメントできない時の方が多いんですけど、はい、聞いておりまして、でなんかお酒を飲むというふうなことをね言っておりましたんで、言ったっけ、最後の方でちらっとね言っておりましたので、実は僕も今日はですね、ただ残念ながら僕車の仕事場から直行できますんで、車で来てますんで、ちゃんと考えてノンアルコールビールを買ってまいりました、はい、という、そしてあやさんのところには何がありますか。はい、ありがとうございます。シャンパンいただきました。シャンパン、このシャンパンいただきましたっていうね、もう本当この言葉はね、本当にもう僕の、頭の中に記憶を呼び覚ましてくれますね。もう僕はあの20代、まあ、30代半ばぐらいまではね、もう本当に毎日のように夜遊んでましたんで、もうシャンパンをね、出せるくらいのお金を稼いでました、その頃は。あ、いいですね。その頃はです、過去形です、あくまで、はい、そんな昔のお遊び、夜遊びを思い出しますね、はい。さあ、それではね、この時間、フリムーンラジオはいつもオープニングトークの時間になります。いつもですと今週はエコさんの週になります。はい、はい、あ、じゃあ行っていいの。どうぞ、うん、はい、ね、今週はストレス解消だったっけ。そうですね、ストレス解消なんですよ、はい、自分でやって忘れかけてるあら、みんな分かると思うけど、俺の飲むのと三振引くのがストレス解消さ、はい、で、ただ飲んでそれやってても、はい、なかなか一向に三振飲んでちょこっとしかやらないからうまくならないのよね。はい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 。で追い込もうと思って先月末で29日なんですけど、実は自分も追い込まんといかん立場になって、ライブ配信始めてですね、はい、一応なんとか成功はして、それからそうですね、エッコさんは結構ライバーさんを電話ゲストの方に呼ぶことが多いんですけれども、ついにエコさんも自ら配信に参入されたと、うん、すごいかっこいい。だからそうやって追い込まないと、はい、まあ、家ではほら、あられもない姿でどんな姿なのじゃあ暑いから俺の家エアコンないのよ実はね。だからT シャツに下パンイチでね、
サーシー弾いてるわけを飲みながらして他のライバーさんの配信今まで見ながらやってるけどそっちにもコメントしたり聞いたりしてるから全然身にならんわけよ、はい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 、なんで追い込むために自分がじゃあ逆にあのちょっとここで補足しますよ。あのエコさんは、うん、ライバーさんのことを下心で見てたわけではございません。失礼、はい、全て音楽活動の肥やしにするためにしていたことですからね。見てたのにナルトラは下心持ってると思って俺が話するとチッっていつも言う、でも女の子を女性見るって言ったらそうよね。ねね、と思うでしょ、ね、あのまあ、まあ、あのだって強がってるんで、あのいやいや、いあの聞いてあげましょう、聞いてあげましょう、うん、はい、もうそのつもりでも生きてください。だけど、はい、だいたい人気が中間ぐらい、あの自分なんかコメントって返してくれるちょうどいい中間帯ぐらいっていうのが、はい、たまたま女性 その楽器演奏者が多いわけ。はい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 。で男子なんてひどい、もうトップライバーの方が多くて、行くとさコメントほとんど無視されるんですよ。うーん、特にあの厳しいんだね、あの有名なところで言えば吉田兄弟さん、何ですか、あの元々有名だった人が入ってくる人が多くて、その人なん男の人そのランクしか上がってこないんですよ。はい、ね、開けていいですか。開けていいよ。ちょっと話が長くなりそうなのでちょっと飲みましょうか先に。だからナルトラが切るからよ。え、細く細くって言って切るから長くなるのよ。いや、いらんことしてねえねえばっかり見てろとか言うさ。うん、だから話が長くなる。それはちゃんとね、あやさんが、あやさんが話分かるように、うん、ちゃんと説明してあげてるんじゃないですか。してない。いや、あのトラブルにならないように開けてください。はい。はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これ開けられんわけ？ええ、そのまま開けたら飛ぶぞ。まずこれやばいね、これ、これをあの針金、ね、くるっと緩めてから、だってね、開けた時ないわ、ないです。あの開けてもらう側だったんじゃない今まで。あの下ろしたことは何回でもありますが、これ開けるのは開ききれんかった男じゃないけど。や、待って怖い、なんかトラブルになったらちょっとやばいねこれ。いや、いつもこんなだから、あのタオル、はい、怖い、大丈夫かな。なるほど、そのまま開けるなよ、タオルかぼせて開けるんだよ。それも分からんわけ。何なのこのツッコミ、やばい、これツイキャス見てる人しか分からないやつね。ビキュアルやらんのよ。おー、開いたー。すいません、もう男同士の醜い争いに入ってしまって、あやさんごめんなさい、もう本当にね、ありがとうございます。はい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 、じゃあ、ついであげて、ナルトラ。ではナルトラさんとエコさんからシャンパンいただきました、はい、ありがとうございます、いただきます。はい、手震えてるけど。震えます。はい、OK です。OK です。ありがとうございます。じゃあ、私がビールつきます。はい、ナルトラビールついてくれるってよ。はい。ありがとうございます。もう本当に。早く。手慣れてる。あやさん、プロだね。ありがとうございます。はい、じゃあ、乾杯しましょう。待ってよ、じゃあ。ナルトラ歌って、はい。え？え？わかるだろ、アリ乾杯やればいいさ。あのそんな曲はこの場には合いませんので、はい、乾杯しましょう、勝手に、はい、ってやればいいさ、はい、乾杯、はい、カリちょっと、はい、そうだった、マスクつけてるから飲めなかった。はい、はい、厳しい、シャンパングラスじゃないからやり直しってめっちゃ厳しい。持ってきてください、シャンパングラス。はいはい、乾杯で。はい、じゃあ皆さんも乾杯。はい、カリーサビラ。乾杯。カリーサビラ。カリーということで。はい。うん。はい。ということでですね。もういいや、俺のは言わんで。それだけ邪魔してくれるんだったらもういい。なんだったっけ。あ、ライバーはね、ライバーの世界も厳しいってことですね。そうそうそう、はい。ん？一応ね。で、うん、そうそう。だからその中で結構仲良く、あの、三振やったら三振の人たちが集まってきてくれて、何名かこっちに、番組してたダブルフェイスさんとか、あとね、サラリコバンドさんとか、南城市拠点にしてる、はいはいはい、男ですよ。
なるとら残念だけどみんな男よ。俺が今紹介した人、いやあのわざわざねツッコミを待ってるのかのように言いますけどね、うん、あのそんなん言っても誰も知りませんから、うん、男女以前の問題です。ダブルフェイス知らないってダメだな、はい、何なのこの2人の、ね、あのこういう感じでね、はい、かなり醜いやらせるね、特に女性のゲストの場合はね。ダブルフェイスさんこっちで番組持ってた人なんて立ちよ。はい、そんなの言ってもねあのこの番組しか聞いてない人もいるんですよ。エコさんちゃんとそこから説明してあげないとね、分かんないですからね。分かるよ、はい、ということでですね、では今日のあーもうストレスたまれ、はい、ためれどんどんためれ、俺は逆にストレス発散してるからなんでこれ、こんな番組です。なるほど、まだつかめない多分分からんうちに終わるから大丈夫。そうだね、はい、通常運転です。よかった、ね、今日酒持ってきて、はい、はい、ということでですね、フリームラジオでは今週のメールテーマいきたいと思います、はい、メールテーマこちらです。ストレス解消法ということで、うん、はい、あなたはどういう方法でストレスを解消してますかということで、うんうん、そんなね解消の仕方を、まあ皆さんに募集をしていきたいと思います、はい、ちなみにナルトラはアーブロです。何アーブロ、うん、やばおしゃれ、うん、おしゃれっていう人はすごいな多分意味分かってないんだと思うね、お嬢様はなんでエッチな方そうそっちのアーブロですいやーねーもうだからアワトラってついてるんですよ。どういうことナルトラじゃなくて、あの本当に言うとナルトラっていうのがラジオネームで使ってる名前なんですけど、うん、あまりにも夜のエピソードを出してしてたら気がついたらアワトラっていうね異名を持たれてしまったっていうね、うん、まあ一部のエコさん含め一部の方ですけどね、こんな呼び方するのはね全員だよ、はい、あの FM 系のさてでは、メールアドレスを募集したいと思いますなんで隠すえやばいいよ、拡散でみんな分かる。エコさんもエロさんに聞こえてくるでよく間違えられますエロザエルってもいるんですよ、実はラジオネームを持ってる方が。そうなんだ、うん、一緒ではないです、別人です、はい、もういいんじゃない一緒でいや、いやだ、猿顔になりたくないでもうね、なんかちょっと、うん、あ早く始めて、進行して止まってるよ、え早くもういいんですか、うん、いいよ、いいんですね、うん、これ以上言っても無駄だからいいよはい、はい、メールアドレスは moon@fmgino1.com moon@fmgino1.com です。またこの番組は YouTube とツイキャスで映像と音声を同時ネット配信しております。 YouTube、ツイキャスそれぞれのトップページから FM ギノワンと検索していただくとチャンネルが出てきますので、そちらからご覧いただくことができます。また、ツイキャスの方ですと、コメントで楽しむことができます。YouTube でもコメント打つ欄あるんですけれども、常時見てるのはツイキャスの方ですので、もしコメントで突っ込んで遊びたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、ツイキャスでのご参加をお勧めしております。この番組は、民謡居酒屋やってもーれ、お奇跡配送センター、構図土地 NS 配送フリムーンファミリーの提供でお送りいたします。それではまずは CM です。メガネに青いキャップちょい太め、そんなアワトラを
ます。フリムーンラジオ、はい、 FM ギドガンフリムーンラジオをお送りしております。今日はですね、ゲストにいつも、毎週水曜夕方か、ね、3時半からお送りしておりますあやラジのパーソナリティあやさんをお迎えしてお送りをしております。ということでこの時間まずはですね、いつもツイキャスのコメントを、ここまで来ているコメントを、読んでいきます。いっぱいあるね、すごい。もう本当ね、たくさんのコメントありがとうございます。もういつも、まずヤンバルクイナさんです。ナルトラさん、エコさん、ゲストのあやさん、こんばんムーン。ムーン。ムーン。フライングでした。はい。いつもですね、皆さん挨拶にこんばんムーンと言ってくれてますんでね。はい。そして、ギネスさん、こんばんムーン。ありがとうございます。フリムーンだから?そうです、そうです、そうです。みんなすごい頭いいね。気がついたら、なんか皆さんね、ムーンって言ってくれるようになってますんで、はい、はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、続いていきましょう。あ、いっくんさんですね。うちなぐちいっくんですということで、さっきちょっとね、フリームーンのツイッターを見ると結構あやさんのコメントにも突っ込んで、そうそう、いわきの方、ね、今日知り合いました。はいはいはい、はい、結構今年に入ってかな、結構番組ね、いろんな番組にギノワンとかコザとか参加していただいてる方ですね。そうなんだ、はい、はいはいはい、ありがとうございます。そしてニセカベさん、皆さんこんばんムーン。そしてアットパパさん、皆さんお疲れムーンって言っていますね。なんかというか今日最初から入るって噂聞いて、このいつもは後半からしか来ないんだけど、俺が可愛い、すごい可愛いねね出るよって最初から入るって。皆さんおっぱい行こうか。正直ですね、正直ですね、皆さんね、このエロ親父、はい、奥さんに言おうからな。はい、そしてギネスさん、ああそうそう、阿波さん、何か猫かぶってる、猫どころじゃないよ、ウサギかぶってるよ。もうね、普段からね、声はね、声だけですから。嘘つけ、声までやばいってば。でもすごい、ナルトさんびっくりしました。さっきあっちで喋ってたのと、うん、ラジオ始まった時の声のすごいって思って感動してしまった。まあこれがね、パーソナリティを、もう僕ももう丸4年ぐらいやってますよね。4年、すごい。エコさんはもう6年、6年、7年、6年半か。と同時だから。はい。すごいな。そうそうそう、私まだ2ヶ月ですけど、最近、うん、山内さんにも飽きたんだけどって。それは怒られるわ。怒られるよ。怖いよ。聞いてるよ。聞いてるよ。今日言っちゃダメよって。はい、まあ続ける続けないはね、あれですから、みんながね、はい、のりに乗ってくれたら、はい、私をもうちょっと調子に乗らせてくれたら続けますだそうです、はい、さあ、はい、続いていきましょうか。皆さんね、ニセカベさんもね、うん、艶やかなスタートになりましたねとかね、うん、ですね、はい、そしてヤンバルクイナさんも、うん、ニヤニヤしてるぞとかね、皆さんコメントしてますね。さっきからよだれ止まってないのよ、アバちゃん、はい、もう、ね、そして、はい、山内一郎、うん、局長様からコメントを直々にいただいております。俺が呼んでいいか、はい、こんばんは、ナルトラ、あやさんのおっぱいばっかり見るなよ見てるし、さっきからずっと。そろそろシャンパンのおかわりはいかがですか。大丈夫ですか。はい、お願いします。なるほど、シャンパンを見るふりしてどこ見てる。今すぐ俺分かったかんな。はい、アワトラや。いいね、夜来ると飲めるからいいね。はい、いやいや、来て飲みたいって言ったのはあやさんが始めたよ。自分から飲んでいいって聞いたのはあやさんが初めて。そう、夜9時なのに、うん、マジか。あ、そして、山内一郎様、エコは真面目ぶってる、うん、スケベ。あ、俺オープンです。いや、オープンな気もしないんですけどね。いつも硬派なふりしてますから、僕と比較するとね。いやいやいや、あくまで僕と比較するとですけどね、はい、ただ番組ではあれだからちって抑えてるだけで。山内、でも始まる前になんか結構下ネタ話しようって言ってたから、そうそうそう、あ、じゃあいいねって話したんですよ。平気でえぐるからね、うん、下ネタで。いや、そんな姿僕はついぞ見たことないですけどね、ここでは、この番組ではね。はい、
さあそして、いっくんさん、はじめましてではもうないです。そうそ う、アートロさんですよ。もうね、僕もエコさんもあの朝の番組とかもよくコメントしてますから、存じ上げております。ありがとうございます、はいはい、そして、山内一郎さん喧嘩してるっていう。いや、これが通常運転です。ちょっと今日はね、でもね、あのいつもよりちょっと強めですね、あたりがね。やっぱりこれはマヤさんがいるからだなとね。もうすいませんね、もう男の醜い争いばっかりね。本当に、はい、さあそしてシュプリームさん、はい、川口湖からこんばんむーん、初見の宗藤子です。何言ってるんでしょ、何これ、何あのこの方いつもね、あのこんな変なコメントばっかりするんですよ。そう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 、なんで、あった、面白い、こんな効果音とかあるんだ。エコさん金星のね、あのこれが言っとけば大丈夫でしょう。はい、はい、うわー、エッチなお姉さんだシュプリームさん、そのままや、シュプリームさん5分ぐらいできんでお願いしますよく言われます。はい、そしてカープボーイさん、皆さんこんばんは、うん、あれ今日大晦日じゃないけど飲んでるっていうことで。そう、あのうちはあのいつもあの年末年始、あ、そうなの、うん、は本当に僕もちゃんとあの、アルコール対策をしてきますんで、あの移動にね、はい、そうそう、今日はちょっとあのノンアルコールビールでやってますけど も、 でも、ね、はい、夜は飲まないとね、はい、しかも、これいいのかな、久米さんの娘がシャンパン飲んでええねん、ちょっと喧嘩したから、うん、ちょっとそのあたりまたね、あの番組後半にちょっと聞いて、はい、聞いていきたいと思います。あ、俺これ聞けたかったのよ、あとでね、はいはいはい、そしてこれ初めてかな、マリオさん、 MRL、 ああすいません、あ、ライバーさんですか、いや リスナーさん、あ、一応ライバーさんも やってるんですけど、はい、楽しい方です、はい、あの残念ですね、男です、はい、その後のコメントちゃんと、はい、さい、もうだからもう嫌なんだよ、なんでライバーとね、なんか知らんところで仲良くなってね、別にいいよ、そしてラビドラさん、はい、こんばんむーん、ありがとうございます、はい、シュプリームさん、はい、何を突っ込んで遊びたいんでしょうか、ん、教えてほしいね、どういう意味かね、あ、すいません、この人おじいちゃんだけどおじいなの、お孫もいるんですよ。なのに、まあ、実、ちゃんとした年齢で言うと、まあ、50代ぐらいでしたっけ。ああ、イケイケだね。うん、なのに、まだ彼女を特会、ひっかいしてるという。でも、50代ってさ、うん、結構、だってもう経験もあるさ、女の経験もあるさ、うん、なんか女の、はいはいはい、いろんな女の扱い方も分かるさ。ね、多分めっちゃモテるよね、50代。40代、50代ってモテる時じゃない？いやそれはもうね、シュプリームさんぐらいの経験持ってたら ね、もうそれはモテますよ。なかなかね、それはね、いろんな、ね、経験持ってる人はね、多かれ少なかれですからね、年齢があったとしても。じゃあこっちで語ってほしいね、どんな経験してきたか。ね、本当そうですね。はい、シュプリームさん、沖縄来た時は来てね。沖縄じゃないんだ。うん、そう、内地の方なんですけど、今日はなんか山梨県でなんか言うみたいですね。そうそう、川口湖なんで、はい。さあそしてカープボーイさん、あ、これちょっとサッカーの話ですね、うん、ちょっとこれはまた、この後10時からのサッカーの番組でよろしくお願いします。さあそして沖縄大好きさん、絵文字がたくさん、ブーン、ツルッツシャッジャーンということで、こんばんムーンということで、こんばんムーン、はい、大丈夫ですか、あの119ママスキャン君、119お願い、沖縄大好きさん、ちょっとレスキュー。そんなシステムあるの？はい、そして、今日はいろんな意味で見逃せないなと山内一郎様がね、コメントいただいてますけれども、はい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 、そして乾杯とかね、みんな言ってる中で、沖縄大好きさん、こけた後にさらに、鼻血出してますね。多分あやさんに見とれてます。どんな人なんだろうね。会ったことある？僕あります。本当あるけど、か20代の若い。あるかな？沖縄の人？沖縄の人ですね。うん、ここに住んでるの？多分南糸満ぐらいの方だったかな、確か。ほうほうほう、多分会ってるはずなんだけど。みんな期待さね、もうね。そう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 、来たらこっちに出すからさ。うん、まだ間に合うんじゃない？
ほら沖縄大好きのその後に奈良田さん変わってください、いやせめて奈良田さんとの連絡をしてくださ い, ということで、あーラビドラさん電話しといて俺からやってみるか電話もうみんなスナック屋飲みに来ていいんじゃないですか。はい、はい、ね、どうする毎日狂って、山内一郎様がエコは本当にむっつり変態ということでね、ありがとうございます、最上級の褒め言葉です、そして、シュプリームさん何を突っ込みたいって、あメールしました、そんなよマジでか、じらし上手だな、あとでちょっと見ましょうかそしてその上からね、あやさんを撮らせてくださいというさっき撮ってもらったからねもう、うん、いやこの人写真と冬場になったらスキー場に行ってアルバイトしてナンパしてるんですよ。へえー、かっこいい、うん、なんかあれだねゲレンデで、そうそうだからそうそうそうフォーリンラブ年を考えたら本当あばらがのちょっと乗り切ってるんで、 なんかそこで仲良くなった子とね、なんかその後しばらくその間を置いてデートするとかしないとかね言ってましたからね、あの方ね。でも大事よね、うん、なんか今日のお昼もさ、なんかその恋ネタ話したけど、はいはいはい、あもっとみんな恋に溺れればいいのにねいや大事ですよ本当 ね、気分だけでもねなんかね、そんな気持ちになるのはね大事だと思いますよ、うん、もう本当ね、はい、そしてハットパパさんあやさんお店行きます、あスナックあや小座でやるんで待ってます小座だそうです、はい、近いなアットパパさんチューブだから、あ本当ちょっとこの、うん、この話もちょっと後で聞きましょうか、うん、はいね、あ沖縄大好きさんエコさんとは一度だけお会いしてます、そして年齢27歳です、あ若いなだよね、多分見て言われたらあーと思い出すはずだけど、うん、顔と名前が一致しないんだよな、うん、そしてシュプリームさんまな板の恋になりたいどういうこと、意味が分からないんだけど好きに料理してってこと、面倒だそうだ、まあまあまあ ね好きに料理されるのはどっちやねみたいなね、面倒くさいね、ちょっと、逆に私は料理してほしいタイプかなだそうですシュプリームさん多分5分ぐらいできになるはずよ、そして山内一郎様からねあやさん、うん、昼の名言を教えてあげてっていう、ああ、なんて言ったんです、なんて言ったの、さっきのあれ恋に溺れればいいのにって覚えてないけど今日昼間の、はい、だそうだアーカイブでまた見ましょう、僕言うて僕もちょっと山地コメントに書いて、コメントに書いといてはい、はい、そしてかっちゃんさん、エコさん、ナルトさん、ゲストの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんむ、かっちゃんできんでいきなりかいないきなりこんな何も言ってないのにすごいねコメント欄、うん、まあ、これが夜の番組なんですよ、やっぱみんなね、仕事も終わって聞いてる方が多いんで、じゃあ山内さん、うん、誰かさ夜の人テスタイトさせてあのスナックあややろもう、もう誰かクビにしても夜の番組誰かじゃあ言い方あやさん木曜日の2時間番組1時間に削ってもらえばいいさひふみさんそうそう交渉してから1時間もらえばいいんだ逆にひふみさんスナックあややるから、そうそう、だから最初の1時間はヒーフミズバーやってバーにして10時から、あ、うん、あいい感じ、そうだね、バーいいってスナック行ってね、そうだな、はいはいはい、で交渉したら種山さん平気でうんって言うよいいよ時間あげるよっていう、はい、だから毎週強引に来てから押しかけて、ね、時間来たらはい交代って大丈夫、谷間見せとけば大丈夫そうそうあもうすぐにヒヒーンって言ってくれますよ本当ね、はい、もうみんな今度はラビロラさんヒーフミンさんに連絡しておきます、了解よろしくそうよ、あやさんがお願いちって1時間ちょうだいちってカープボーイさんはね8時半からせめて3時半からにしてみたいなねもうなんかみんながね、みんなが言ったらもう山内しーちゃんも聞くしかないんじゃない、そう女王だな汗あそうだかっちゃんさん
いつも星座占いしてくれる。あ、モーニングエイトで星座占いしてる人。そう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 。いつもさ、水亀座のことなんで言わないのかなと思ってわじわじしたわけ。これあの、その女性パーソナリティ、自分たちのもだけど出してくれるわけ。水亀座です。だそうです、はい。ということで、この後また水亀座の占いが出てきます、来ると思いますんで、はい、じゃあここで一回 CM に行きたいと思います。はい。はい、プリームさんにとって残念なお知らせが来て、コメントいただいております、うん、お、水亀座、初代嫁も2代目嫁も水亀座、水亀座の女性はトラウマに。あ、よかったじゃないですか。じゃあ、だから振られるんだな私いつも。じゃあこの声送っていいですか。なんで、待って、山本さんこんなのやってくれんよ私のラジオで。今度からやって。あの、山内様、SE のご準備をよろしくお願いいたします。よろしくです。あやらじでも、はいはい、希望に沿ってあげてください。はい、怒らすと何があるか分かりませんね。はい、ね、沖縄の経済界が動くかもしれませんので。はい、うん、はい、動くよ間違いなく。後ろに俺の情報だとすぐ真後ろに佐喜眞さん控えてるらしい。俺の今日仕入れた情報ですよ。今日仕入れた情報ですよ。知らないよ山地。佐喜眞さん動くかもよ。はい、以上、はい、業務連絡でした。はい、ではかっちゃんさんから、明日の恋愛運、水亀座のあやさん、はい、ハートが3つです。おーい、おー、異性に対して心に響くことがあっても、あと一歩というところで尻込みしてしまいがち。無理に動いてもあまりいい結果とはなりません。明日は控えめにしているか、自分のことに集中した方がいいでしょう、ということで、あの、ね、結局ちょっと明日はあんまりいい方じゃない、うん、な、今日はたっぷり飲んでから。そうだね、明日おとなしくしとけばいいと。そうだね、今日はもう飲んで踊って。そう、明日はもう、はい、ヤグマイしとく。ヤグマイ、なんで急にテンション下がる。朝でも小沢でおじいおばあとあのユンタクする予定があるから。ああ、じゃあ大丈夫。おじいおばあとだったらね、大丈夫やね。騒ぐわけじゃないからね。はい、はい、そしてちょっとこれも先にちょっとコメント言っておきましょう、うん、はい、アッキーさん、ストレス解消法、おお、どうす、おい、自分で慰めると。あ、な、綺麗な言い方したね、すごい。これ今言うんか言わないか私もドキドキしたけど。一瞬僕も考えたんですけど。こういうの言っていいのダメ？いいし、あ、いいんだ。オブラートでもいいし、言う人は平気で言うし。でもさ、こんなの大事よ、結局さ。そう。だってもう性欲なんてさ、うん、じゃあ毎日、本当はさ、パートナーいたら毎日やりたいさ。
あやさんは そっちの方ですか、そういう方ですか。はいはい、普通そっちでしょ、うん、ね、そうよ。ナルトは違うの。え、あ、な、泡は違うってちょっと待って、ちょっと待って、多分やりたいって思わないパートナーだったら多分もしかしたらなんか間違ってるかもしれない。持たないと思う、ね、はいはいはい、本当に多分パートナーを選ぶコツは、ね、そうそう、毎日やりたいかどうかでもいいと思う。名言なら、あ、山ちゃん言ってた名言これじゃない。あ、これか。言った方があるでしょ。今日の名言これだったね。はい、名言。そうだそうだ。あの、キャン君、名言控えといてね。はい、いやー、これはもう本当、はい、ね、久々に聞きましたよ、もうこんなね。ちなみに、アッキーさん、右手左手関係あるの。どっちでもよくね。やだ、あるの。でも、両方って帰ってきたらどうするの。これね、もう女だけ。出ました、あやさんから名言、女だけって。いやもう本当 ね、もういつもいつもですよね、あのこんなね、あのアワだアワだってね、もうこんなこと 言われるのは完全に突っ込まれ役ですけどね、もうなんか肯定された気分ですよね、ええ、これだけオープンだと俺も話しやすい、ね。普段 どんだけ抑えてるかだから俺が。これ気になる。そうなの、パートナーいてもって、うん、へまあ、ある意味プレイですね、これね、あのシュプリームさん、自分でお慰めとは自家発電、そのですね、その通りです、パートナーがいてもやっぱ自家発電は最高。そうなんだ。ゴミはこのティッシュを嫁が片付ける姿に興奮。シュプリームさん、めっちゃいい嫁やん。ごめん、でも嫁抱こうよ。というかシュプリームさん、俺無理だ。そうならんもんな、逆にな。悲しいかもしれない、まあ、自分がいて、あ、多分家にいて、なんか自家発電 してたらはなんでだかんばってなるけど、ねえ、ね、あのアッキーさんは手じゃないらしいです、おったてて床に。もう、ね、そんなプレイがあるんだ、初めて知った。まったくもう。ナルトラ、これ分かる？アッキーさんが使ってる道具、あの赤いしましまのあれでしょ。じゃあお願いかも、同じ、ほら、はいはいはい、もうナンパしに行って、小沢にでも。小沢でもね、ちゃったごめん、アッキーさん泣いちゃーです。あ、泣いちゃー。アッキーさんはそうです、東京の中で。あのさ、はい、シュプリームさんも泣いちゃーです。そうなんだ。私さ、スナック恋の予感っていうところを、はい、あのオープンするわけよ。だから、みんな、これから、うん、だから そこでもう恋が全部生まれるから、あ、みんな飲みに来たらいいよ。じゃあ、あの、なったら、本当に開くんですね。はい、そうです。小座に。はいはいはい。あの、また、じゃあ、これからオープン。これからオープン。あ、じゃあ、今日これを喋りに来たはずなんだけど、もう38分経ってるんですよ。そろそろ行きません？告知で。まず最初に告知、そのここまでの人内容を聞こうとしても、残念ながらもうこんな時間になってしまいましたんで。告知は何もないよ。あ、もうそれだけ。もうあやらじあやらじもね、散々言いましたからね、今日この番組内で。 ありがとうございます、はいはい、で、いつ頃オープンとかまだ予定はしてない。あ、じゃあ今さ、じゃ小沢はさ、うん、あの家主見つけるの大変だわけ、あっち。ああ、どっちの方、あのもう銀天街の方。あ、銀天街じゃない、一番街。あ、一番街の方、うん、一番街、はいはい、毎日だから、あっちに毎日、うん、ほぼほぼ毎日行ってるわけで、おじいたちをちょっと口説き落としてから、口説き落として家主を探してるわけ。ああ、なるほど、だからか。うん、家主行ったわけ。納得。不動産屋とかじゃなくて、本当に不動産屋、違う、あっちさ、家主がやっけーだからさ、不動産投資より直接家主と交渉が早いって。ああいうところは。そう、それ飲み屋は、飲み屋街のあの辺りをこう、そうスナックやろうと思って、 あっち引っ越し屋に行った時、あっち大変だったからね、トラック入れるの。結局不動産屋ってならんから、家主と交渉してから強引にゲート開けて入っていってたもん俺。 だから、あっちで引っ越しやる時、だからじいちゃん、おじいおばあと仲良くなった方がよ、小沢は。いや、はい、もう本当にそういう、まあ、裏情報まで、だからまあね、もう なぜあやさんがね、こうやってこうラジオに出るようになったとか、そんな話はね、いろいろと聞いてたらまたね、長い話になるかもしれませんけれども。はい、スプリームさん、うん、嫁が自家発電をしている姿、はい、自家発電はこれ男の話だからちょっとこれ違うな、嫁が自分を慰めている姿を見てから、うん、嫁が抱けなくなり、うん、不仲になり、家を追われて雪山に逃げていますと。へー、
嫁が自家発電してたら興奮しないの？いや、襲いに行けばいいの。ねえ、逆に襲いたくならないのかな。なるな。なんで？ああ、シュプリームさん、そういう方ですか。あの、なんかね、あの、やっぱり、なんか、なんだろうな。逆に、ね、ビデオ撮ったから燃えればいいのに。違う。ほら。シュプリームさんはもしかしたら、ね、それ女性、男が上から出ないと、なんかこう、本当は自分が、こう、女性を喜ばせなきゃいけないっていう言い方じゃないかもしれないですけど。襲いたい方ってこと？襲いたいけど、女の子が自分で快感を得てるのがあんまり好みではない？みたいな感じかもしれない。かな。なる、おもろいね。なんか人の、なんかこの性癖ってね。ねえ。ね、なんかそうやって聞いてたら本当にもう言いたい放題読んで、ね、千差万別ですけど本当にということで、じゃあまあまた近日オープン予定ということで、うん、こちらの方に、はい、だからほら、はい、沖縄来てって、あの沖縄来るとき予約してください、ね、もうじゃあまあ夏頃ぐらいを目指して、もう本当に一日でも早くじゃあ今月中には決まったらまた、うん、うちゲスト会ってたら告知する頃、次はい、行きます行きます、okay、酒持ってきますオッケーじゃあその時はナルトラ車置いてこいよ、はい、か代行で帰れよ。そうですね、そうしましょう。俺も代行で帰るからいいねいいねいいね出張スナックということで、はいはい、はいね、行きましょうか。はい、ということで、ま、じゃあ、うん、どうしましょう。ストレス解消法のメール読みましょうか。ああ一応まんまるシェフさんの米で、一番のストレス解消法は、うん、いい景色と温泉。あーやっぱり多分これに絶対これもまんまるシェフさんの東北の方に住んでる方なので特にいいでしょうね、この寒い時の温泉は、ね、温泉入りながら、あの湯船にちょっと熱感浮かべてクイッって言ったら最高だはずだけど、はい、ちょっと真面目ぶってんじゃない誰がまんまるシェフさん、この今の人わからん。そして、ギネスさん、ストレス解消法、美味しいものを食べに行く、もしくは作る。ほらこれも真面目ぶってるなんかもう美味しいものがね、なんか隠語のように聞こえてきますね、これね。ここまで言われるとね、本当じゃあもう本当はみんなやりたいんだよやりたい、なんか真面目ぶってる、そしてね、いっくんさんもね、雲海のシルエットロマンスに酔いしれることですここまでこう並べてしまうとどういうこと？シルエットロマンスって、まあ言ったら景色を見るってことですね。いい景色を見たい。ほらみんな何なんそれマジで、本当はなんかやだってさ、三大欲求、何だったっけ三大欲求って、眠る、食べる、うん、やる、やるやる確かにその通りですね。やばい、まあ考えが一緒だ。まあちらっとね、ツイキャスのコメントとかでもありましたけれどもね、まあもともとは、うん、某青森の酒蔵のそうよ、だからまあ別に、まあ、名前出しても大丈夫よ。あで米線、そう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 、21時57分ぐらいにまた CM がありますけどね、うん、あ元の方、こっち那覇の方の米線の方、はい、那覇の米線です。はい、グスクマにあるのは社長はグスクマってなんね、俺が配達行ってるところ第5手あるんすよ、久米線の社長ちって。あーうちじゃないね。じゃあ、あじゃあ久米島の久米線じゃ、あ久米島の方の、うんうん、あーもう大変、行きたくないけど俺が担当になってるから行かないけど、はい、まあまあある意味良かったんじゃないですか、違うある意味だ一緒だったらもうちょっとなんとかしてって言おうしたけどちってもうちょっと入りやすいようにして、あそっちを狙っていったんですね本当は。違う、ね、いないと大変なのよ、はい、毎日でも通わんといかんのよ。あピンポーンと押してからシャッター来てもらわないといけないからというぐらいの大豪邸なんで、はいはいはい、時間外すと毎ひどい時俺5日連続で行ったもん。5日目にようやくいたもん。ちょっとそれちょっとめんどくさいね。そうだからちょっと切らしたらダメなんで、ライフラインの配達してるから、うん、毎日でも予定入ってたらもう行かないとダメなんですよ。そうなんだ。ちょっともうこ、そう電波使ってか文句言えばいいさ。だから指示書に電話ダメって書いてあるんです。電話ダメ、行ってインターホン押しなさいしか書いてないから。やっけーだなマジそう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 、宮さんね、
やるってヤモリってかね皆さん、山地山地その人やっぱりヤバいなって、嘘つけ一郎さん山地何がフットサルで汗かくのがストレス解消よ、嘘つけ絶対一番嘘つけ一番これあれでしょ、夜ちょっとねちょっと何変なプレイしながら汗かくのが趣味なんでしょ、女の子のガラスもふわじねストレス解消で汗をかくのの前がフットサルじゃないわけもうね、まあでもね、こういう時ね、やっぱりね、隠しちゃうのもまたそれも男の方ね、大阪だかなとは僕も思いますけど、ね、ジェントルマンだね、みんなね、さすがだ。じゃあちょっとメール読みましょうか、ここでね。はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからです。ナヌさん、エコさん、ゲストのあやねこんばんは。こんばんは。なんでこんなとこに真面目に書いてん、戦争はしてほしくないっていう、こんな、なんでこの番、この、特にこのゲストがあやさんの時に、ごめん、めいちゃん、これは22日の放送だよ。あ、めいちゃん22日の枠に送ってね、このメールはね、はいはい、もう今日じゃないよ。ゼレンスキーにメール送ろうもん。はい、あやさんの番組も楽しみにしてますということで、ありがとうございます。さあ、そして、ストレス発散方法。歩くことですということで、歩くことがストレスの発散法です。何か歩くとストレスが発散できる、皆様は歩きって知ってますか。ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。めいちゃん嘘はダメよ死に優等生だね。まあこんな感じですよ、めいちゃんがね、いい意味でね、まあ、いい意味ですいません、この年まで、うん、この後は言いません。はい、女だこうも小沢にってか女だこ、あとでちょっとお話が。はい、さあ、そして続いてメールいきましょうか。うん、はい、ちょっと待ってね、はい、交換の準備しとこうね。はい、どうぞ。はい、ブーンとした、我が名は沖縄を守る正義のヒーロー、沖縄大好き三条。これぐらいでいいですか。これ戦争じゃん。もう第1話からバッドエンドみたいな感じになりましたね、これね。はい、エコさん、ナルタヤさん、ゲストの皆さん、こんばんむー。沖縄を愛する沖縄ラジオリスナー、沖縄大好きです。あ、ごめん、間違えた、こっちだった。もうこんなことするから、ツイキャスでも打たれた我に悔いなし、バタッ。第1回目から最終回じゃないですか。じゃあこっちがいい。はい、僕のストレス解消は、はい、ラジオを聞いたり、うん、ベッドでゴロゴロしたり、好きなアニメを見たり、ゲームしたり、自分の好きなことに時間を当ててますよ。フリムラジオも僕のストレス解消法にもなっていますと。これでストレス溜めてくれた、溜めてないかなとちょっと心配になりますけれども。ベッドまではよかったのにな。ベッドまではよかったのに、ね、あ、ベッドだ。ベッドでゴロゴロ。ねえ、確かにね、はいはい、多分だいたい彼女がいれば飲んでやる？うん、そうよ。だってもう、いないから、それが一番楽しいよ、生きてて。いないから俺は飲んで最初に弾いてるだけで。ね、もう本当ね、はい、あやさんのインスタグラムを僕もフォローしてるんですけど。おお、そうなの？嬉しい、ありがとうございます。はい、インスタグラム本名なんで。はい。もう本当ね、もう夜の飲んでる風景とか、外人さんとロマンスしてる感じとか。だってもう楽しいことってそれぐらいしかないよね。あとは全部暇つぶしよね。結構外人さんのね、こうフォローもね、なんか外人さんからが多いみたいな感じで。多いですね。いいね。ああいう人たちってさ、ストレートにさ、もう、あ、お前とやりたいですぐらいな感じだから。あ、そうなの？まあ、英語ってストレートにしか表現できないですからね。うん、そう、ストレートに。あ、そういうことね。それぐらい、それが必要よ。うん。だってもうね、だって言ったじゃん。今日話したさ、ラジオの前で。もうこの世は男と女ですから。やること決まってるさ。はい、アットパパさんもね、今ストレス発散してるの後にハートマーク。これは何を意味してるんでしょうか。楽しんでね、今日は。はい。なるほどね。はいはいはい。わかりました。あやさん見てストレス発散してるって。あやさん隣空いてますって。沖縄大好きさん。
ちょっと今日は沖縄大好きさんにしてはすごい積極的に食いついてきてるんで行きますね。大事よ、そういうの大事よマジで、あの南部から今間に合うはずよ、あと5分、もうあのカープボーイさん現実を見せないで、もうなんか彼氏いるみたいな話してるんだから言って書いてコメントしてますけれどでもね、彼氏いても先週誰かと中したからねああってそんなもんよね人生さあ、それではこの方が珍しくメールでいただいております。誰？シュプリームさんです。あーマジで来てる、はい、俺ちょっとメール見てみよう。エコさん、アワさん、ゲストのアヤさん、変態リスナーの皆さんこんばんは。こんばんは初見の宗藤子です。もう分かるか、SE ごめん、ちょっと遅れたけど飛ばしていい？めっちゃ SE に魂込めてる男だろあどうぞ一緒、はい、昨日から富士山、うん、ネモフィラ、星、夜景の映え写真を撮りに山梨県に来ているのですが、うん、昨日は天気予報が完全に外れ、はい、富士山にお目にかかれず、日頃の行いかなあどうぞ続きですよ。やっと今朝川口湖畔で富士山が顔を出し、うんはい、昨日のストレスを発散するように写真を撮りまくってます、うん、そしてこれから徒歩で山に入るか、うん、湖畔から星を狙うか、うん、天気予報とにらめっこしながら迷い中です。熊さんとにらめっこすればいいのにね、あのこのまま迷って富士の樹海に入らないでくださいね。ね、はい、あ大丈夫、富士の樹海に食物いっぱいあるから、熊とかあと熊とかうん、大丈夫、シュプリームさんなら絶対、はい、難しいんだけど話が、はい、いやもうシュプリームさんのこういうまあ真面目なコメントの裏には何かないかなっていうのをねいや絶対この真面目なコメントの裏にはあのそこで引っ掛けた彼女が一緒についてますけどと実はねある絶対あるのよ。いや確かにねこの添付していただいてるこの富士山のね写真はすっごい綺麗なんですよ、うん、ちゃんとやってるんですよ。いや他のこともやってないかなって、いや写真ね、写真撮影もやってますよ、はい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 、ただあ綺麗めっちゃ他のこともやってないかなってね、僕らやってるでしょ楽しくないね、バッサリ切るよってねえ、はい、もうああ本当だ、今頃気づいた俺写真にもう皆さんね、はい、あのもうねえ、あめいちゃん隣、うん、自分のあのやる気さえあればいくらでも開けられるよ、うん、頑張ってはい、沖縄大好きさんも高速乗って向かうしかよしおいでマジ楽しいことした方がいいよマジで、終わってもすぐ出ないから大丈夫よ、ねね、もう本当、はい、あの人生ってね短いですからね、うん、そうよ、はい、沖縄大好きさんベッドシーツ濡らしてみたい濡らせ濡らせ交換しなきゃってシュプリームさん写真の時は真面目なんですっていうことでね、あれでしょその後別の写真撮るのが趣味なんでしょ、待って待って今更もう訂正も無理よねもう無理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 絶対無理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 絶対無理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 諦めてシュプリームさんはい、ということでですね、もうあっという間にもう残り時間2分半になってしまいました。だからさ、はい、早っ、はい、はい、で、来週のテーマ決まってるの？来週のテーマ、うん、来週のテーマどうしようかな。男と女でいいんじゃない？もうそうしましょうかもうだって言ってくれてますから、あもう来週あかりんが来るんだっけ？うん、いや来週、来週はね、アイドルさんが来ます。ああ、いいね、アイドルと話す男と女。やば。どこまでアイドルを、いいんじゃないですか、これ。これ逆に、僕はね、もうエコさんが今回もね、ゲストさん、ブッキングしてますから、僕も正直何言ってもいいんですよ。男と女で行きましょう、テーマ。決めやがった。なるほど。だって僕が権限ですもん、来週、本当はね、テーマ決めるのはね。はいはいはい。ということで、はい、来週のテーマは、男と女でございます。かっちゃんに怒られろ。かっちゃんの知ってる人だし。ごめん、内緒な。今、かっちゃんには黙っとってよ、みんな。かっちゃんには内緒よ。かっちゃんに絶対来るなって言っとけよ。小座の方行けって言っとけよ。さあどんな来週はね、どうなって
展開になるのかは分かりませんけれども、その時はその時で皆さんフリムンラジオ楽しんでいただければと思います。ということで今日はあやさんありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまでした。シャンパンごちそうさまでした。本当に、はい、皆さんも、ね、いろんなコメントいただいてますけれども、あ、カープボーイさん小春じゃないな。あ、大丈夫、あの別にあの FM ギノワンとは関係がな い,、うん、ない、うん、あ、タクシーって、はい、どこまで本気なのかちょっと僕もちょっと勘ぐって待ってるよって。はい、めいちゃんからちくり入りました。他局聞いてたよ。もうめいちゃんもう首。かっちゃん、かっちゃんが。あ、じゃなくて、かっちゃんが。あ、なんで、かっちゃんが、あったかく聞いてた。あ、じゃあもう首だね。はい、はい、ということで、フリムンラジオ、この時間でお別れです。お相手は私、ナルトラでした。エコザエルでした。そして、あやでした。ありがとうございました。また来週お見にかかりましょう。